なんだと？クルーガーが帰還してきただと？はい、嵐で船団に被害が生じたところを攻められ退却したとのことです。それではバルク将軍は補給もなく孤立するな。はい、クルーガー将軍が退却したという報告は受けてないはずです。そうか。ランフォード様、どうなさいますか？アルダンが死んだ今、我が軍はギザロフ、クルーガーに牛耳られるのは明らか。これを防ぐためにもバルク将軍を失うわけにはいかないのだが。ならば助けに行くべきではないですか？だがあの貴族嫌いのバルク将軍のことだ。私の助けを迷惑と思うのではないかな。だからといってバルク将軍を見殺しになさるのですか？そんなことにこだわっている場合ではないはずです。ねえお兄ちゃん、これからどうするの？さっき提督から新しい指示が来たよ。バルク将軍に対する包囲作戦に参加するようにって。それで私たちはどうするのです？提督たちが包囲網を作ってバルク将軍を簡単に逃がさないようにしているみたいだ。それで俺たちには将軍を直接攻撃してほしいとのことだ。バルク将軍、あのご老人だな。あの将軍には二度も勝ってるんだろ。それほど心配する必要もねえな。ちょっと油断しすぎじゃない？ねえ、そう思うでしょ？ああ。すまねえ、ここのところ勝って当たり前って気持ちになっちまった。確かに慣れというのは油断を生みますわね。というわけだから気を引き締めていきましょう。よし、そろそろ出発だ。あ、ちょっと待って。なんだい？ごめんね、実はどうしても聞きたいことがあって。俺に？なんだい？あなた10年くらい前にビコースの森で迷子になったことない？迷子？俺が？そう、覚えてない？そう、そうよね、そんな昔のことだもの、覚えていなくて当然よね。ごめん、なんか悪いこと言っちゃったかな。ううん、私の方こそごめんなさい、突然変なこと聞いちゃって。それじゃあ話はこれで終わりだから、私先に行ってるね。一体何だったんだろう。やっぱりあなたなの？それじゃああの時の女の子って。そうよ、私信じられない、一目見た時から似てるなって思ってたの。あの時の女の子が君だったなんて。思い出すな、あの時のことを。どうしたの？ねえ、何を泣いてるの？ねえったら、まいったな。
誰？どうしてここにいるの？私を助けに来てくれたの？そんなにいっぺんに聞かないでくれよ。実は僕も迷子なんだ。そんなに泣かないで。出口。そうだよ、二人ならきっと見つかるよ。だからもう泣かないでよ。うん。よし、それじゃあ出口を探して出発だ。ねえ、どっちへ行くの？私ついていくから。本当にこっちでいいのかな？大丈夫だよ、きっと。やった、出られた。ありがとう、本当にありがとう。アンジェリナ。大丈夫ですからね、安心しなさい。あの男の子がね。あれ、どうしたの、アンジェリナ。ここにいたのに。これペンダント、そうか、あのペンダント、アンジェリナが持っていてくれたのか。今はちょっと手元にないけど、大切に保管してあるから。それにしても、あの時はいきなりいなくなっちゃったから、驚いたわ。君が王妃様を見つけたのと同じで、俺も父さんを見つけたんでね。ペンダントはいずれ返してくれよ、母さんの形見なんだ。さて、そろそろ行こうか。うん。あなたは先に行ってて、すぐに追いつくから。遅れるなよ。ごめんね。実はあのペンダント、肌身離さず持ってるんだ。あなたと私の思い出だから。飛んだ山道へ迷い込んじまったな。とりあえず追って甘えたようですが、大偉人を突破するのは大変そうです。あれだけいた兵もここまで減ってしまったか。すまんな、みんな。お前たちだけは何としても国へ帰らせてやるからな。バルク将軍。提督の情報だと敵はこの辺りらしいんだ。大将、あそこだ。バルク将軍、敵のあなたです。そうやすやすとは逃がしてくれんということか。行くぞ。俺たちで敵を食い止めるんだ。
おう。何をするつもりだ、ベルガー。勝手なことはするな。将軍は、俺たちが敵と戦っている間に先を急いでください。ベルガー、心配しないでください。将軍、すぐに後を追いますよ。将軍はそれまでに包囲網を破っていてください。すぐに、ベルガー。先には行かせん。ベルガー、すいません将軍、ドジ踏んじまったみたいです。どうか他の者だけでも無事に。ベルガーの死を無駄にするわけにはいかん。絶対に生きて帰るぞ。誰も死んではならん。いいな。したため一足先に戦線を離脱なさいました。そうか、命には別状はないのだ。ともかくお前たちも早く脱出を。バルク将軍、間に合わなかったか。申し訳ありません、ランフォード様。命に別状はないものの、バルク将軍は一命を取り留めたというのなら、ここへ来たことは無駄にはならんさ。よし、全軍退却。急いでここから脱出するのだ。はい。みんな大丈夫かい？テイト君、敵の増援部隊に包囲網を破られたというので急いで来てみたのですが。久しぶりだな、ウィラ。ランフォード、そうか、お前が。提督、彼はランフォードとは連邦士官学校時代の同期だったんだ。彼は学科も実技も常に首席だったよ。何を言う。お前の作戦に教官たちがついてこれなかっただけではないか。それより驚いたぞ。卒業後姿が見えないと思っていたら、カコンシス王国に仕えていたのか。シュテーレンバーグ士官学校を卒業したっていう理由だけで採用されたんだ。確かに連邦でも最高峰の士官学校だからな。王がブランドイメージに弱いからね。
そうでなければ私のような落ちこぼれ拾ってくれるようなところはありませんよ。なるほどな。しかし戦争もなかったカコンシスでよく提督まで上がれるものだ。君のように実績を立てて将軍になったのとは違うんだ。なぜか知らないがカコンシス王国上級士官の辞職率が高くてね。なし崩し的に昇格して提督までになったってわけさ。なぜか知らない、ね、はっきり言えばいいのに。あんな王についていくやつはそういないって。お前らしいなウィラ。本来なら久しぶりの再会を祝して一杯やりながらと言いたいところだ。まさか君と戦うようになるとはね。正直俺はお前と実戦で勝負できることを嬉しく思う。ランフォード悪いけど私も負けるわけにはいかないからね。望むところだ。行くよ。あのペンダントは時を楽しみにしているがいい。もう敵はいなくなったな。ありがとう。君たちのおかげで敵の戦力をかなり削ることができたよ。ダウンフォード将軍が来なければもう少しうまくいったんですが。そればっかりは仕方ないよ。ねえ提督、聞きたいことがあるんだけど。何でしょう。提督の言ってたシテーレンバーグ士官学校って入るのすごく難しいんでしょ。どうして剣がダメな提督が入れたの。ちょっとアンジェリナ、それは失礼じゃん。いや別に構いませんよ。本当のことですから。当然入試には筆記と実技の両方がありました。筆記の方は過去の戦略や戦術関係の問題、実技は剣術をやるんです。もともと戦術や戦略を勉強するのが趣味だったので筆記の方はうまくいきました。でも実技が最下位だったんです。それってただの軍事オタクってこと。普通は落ちるんじゃない。それが筆記の方がランフォードと並んでトップの成績だったらしくて、それで補欠合格になったんですよ。提督らしいわ。納得してもらえましたか。さあそろそろ城へ戻ることにしましょう。どうやらわしは今までお主を誤解していたようだ。エミリー殿に諭されたよ。バルク将軍、同じ将軍職で互いに堅苦しい呼び合いはやめにせんか。これからはバルクと呼び捨ててくれ。わしもお主をランフォードと呼ばせてもらう。承知した。お主のおかげで助かった。改めて礼を言おう。そう気にしないでくれ。同じ連邦軍の軍人として当たり前のことをしたまでだ。それに礼ならばエミリーに言ってくれ。彼女に諭されなければ私もあなたを誤解したままだった。不思議な娘だな、あのエミリーという子は。うん、機転が利き
女の身でよく働いてくれる。そういえばあの戦いで出会ったカコンシス軍の司令官だが、ウィラー提督のことか。いや、もう一人の若者の方だ。やつを見ているとエミリーとダブることが。もしややつはエミリーの行きばかりになった弟ではあるまいか。なんだって、エミリーに弟がいたという話は初めて聞いた。なんだ、本当に知らなかったのか。わしは前に彼女から聞いたことがあった。彼女の住んでいた村が洪水でやられ、父親が死んだと。だが母と弟の生死までは分かっていないらしい。もし生きていたのなら。考えられるな。実は以前にあの若者と話をしたことがあるのだ。その時彼は洪水で両親を亡くしたと言っていた。もし彼がエミリーの弟だとしたらどうする、ランフォード。すまぬがバルク、このことはエミリーには話さないでいてくれ。特に事実がはっきりとするまでは。分かった。お主もヤツとの戦いには彼女を連れて行くなよ。肉親同士の殺し合いなどさせたくはないからな。承知した。そうか、また勝ったか。敵を全滅できなかったとはいえ、連邦もかなりのダメージを受けたことだろう。はい、しばらくは攻撃も収まると思われます。つまり今がチャンスということだ。は？わからんのか。こちらから攻め込むということだ。攻め込む？そんな無茶ですわ。そうよ、何考えてるのよ。女子供は黙りなさい。攻撃は最大の防御という言葉を知らないのですか。あの、そちらの方は。こいつは今度雇った天才軍師のアイバーだ。アイバーと言います。以後お見知りおきを。さて、私のリサーチによると敵兵力が減った今が仕掛けのチャンス。仕掛けはタイミングが重要。このチャンスを逃すのはあまりにも愚か者の選択。だが敵はすぐに兵を募れます。それに引き換え我が軍は兵の補充もままなりません。こちらから攻め込むのは危険です。それよりも無用な戦いを避け、次の戦いのために兵力を募るのが得策です。これは決定事項だ。カコンシス王、私からもお願いします。どうかお考え直しください。うるさい、このチャンスを潰すか。さてはお前ら連邦のスパイだろ。そんな、大体お前はウィラーをかばいすぎるぞ。お前らできてるんだろ。セレナさん、お父様のバカ。とにかくお前らは出撃の準備をしておけ。今回の作戦は俺が指揮を取る。どうしてもですか。くどい。奴はダメだ、まるで使えん。所詮士官学校落第寸前で出た落ちこぼれだから。お前には期待してるぞ。高い金を払っているんだからな。お任せ。
軍の機密を外部へ漏洩するとは大変なことをしでかしてくれましたな、宰相殿。何のことだ。この後に及んでまだしらを切るつもりか。だから。おい。申し訳ありません、宰相様。こいつが全部吐いたぞ。今まで探った内容をお前に話していたとな。宰相とその息子ラッセルを捕らえよ。機密漏洩は極刑だ。お待ちください、ギザロフ様。なんだジェシカ。どうやら今の宮廷にはギザロフ様の出世を妬む者が多いようです。そこへもっての極刑とはさらに敵を増やすようなもの。せめて流刑でもよろしいのではないでしょうか。お前の言うことも一理ある。確かに邪魔をされなければ良いのだから、流刑でもこと足りるか。よし、二人を流刑にせよ。